神戸淡路ナルト自動車道、神戸淡路ナルト自動車道、神戸淡路ナルト自動車道は、本州四国連絡道路神戸、ナルトルートであり、兵庫県神戸市の山陽自動車道、神戸西インターチェンジを起点とし、徳島県ナルト市の高松自動車道ナルト IC に、至る延長 89.0km の高規格幹線道路、国道28号の自動車専用道路である。 略称は、神戸淡路鳴門道、神谷は、名道。高速道路ナンバリングによる路線番号は E28 が割り振られている。本州の神戸市から、明石海峡を渡り淡路島を、縦断。さらに、鳴門海峡を渡り四国の鳴門市に至る、本州四国連絡道路の3ルートのうちの一つ。神戸西インターチェンジ、垂水ジャンクション間は建設省。 国土交通省の阪神国道工事事務所直轄事業として開通した。正式には、精神自動車道である。神戸淡路鳴門自動車道の道路名は1998年の明石海峡大橋開通以降に付けられた。沿道自治体間での意見の対立から、命名作業が難航したため、現在の長い道路名に至った。それまでは特に道路名はなく、 道路標識では、本市道路、地図では、本州四国連絡道路、淡路立、関道、本州四国連絡強行団、本州四国連絡高速道路会社の案内パンフレットでは大鳴戸橋関連道、後に、神戸、鳴戸ル,ルートと表記されていた。また、川野江東ジャンクションの案内標識、川野江ジャンクションから、徳島自動車道方面には、2007年まで、 神谷和明道という表示があった。この略称を使用していたのは川の江東ジャンクションのみであった。現在は神戸に書き改められ、加えて案内標識右側に神戸淡路鳴門道と縦書きの補助標識が新設されている。当該道路は太平洋新国道軸構想と関西4環状ネットワークのようとなっている。大阪湾環状道路として 大阪湾岸道路、北蘭連絡道路と共に、一周、約 200km の環状道路を形成する。関西中央環状道路として、近畿自動車道、中国自動車道、山陽自動車道、北蘭連絡道路と共に、物流拠点を連携する。一周、約 240km の環状道路を形成する。関西大環状道路として、ケーナー自動車道、 新名神高速道路、山陽自動車道、北蘭連絡道路とともに連携、交流を強化する一周約 300km の環状道路を形成する。建設費は約1兆3500億円で、明石海峡大橋が大工事になったこと、淡路島に高速道路を通す必要があったことから非常に高額である。瀬戸中央自動車道の住居と西瀬戸自動車道、 島並海道の11橋、その東内道路、さらに島並海道の弟分の秋名田諸島連絡家橋、飛島海道の7橋を加えた合計建設費が約1兆3800億であるから非常に大規模な事業となったことがわかる。淡路島南インターチェンジと鳴門北インターチェンジ間の大鳴門橋を走る 7.1km 区間は 1987年、昭和62年8月10日の道の日に、旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選に選定されている。淡路島と本州及び四国の海峡に橋を架ける構想は、第二次世界大戦前から存在し、1914年、大正3年に地元出身の政治家によって、 衆議院に架橋建設議案が提出されたこともあったが、当時の日本の架橋技術は未熟であったため、到底実現できるものではなかった。戦後になって、日本の高度経済成長の基盤ともなった、国土総合開発の機運の高まりと地元の強力な要請に加え、架橋技術の進歩によって、このルートが具現化された。当時の最先端の架橋技術が駆使され、 1985年、昭和60年に、海上交通の難所であった鳴門海峡に、大鳴門橋が開通。さらに13年後の、1998年、平成10年に、世界最大の吊り橋でもある、明石海峡大橋が開通し、それまでに3時間以上かかった神戸徳島間の、交通所要時間が、約半分の約1時間40分に短縮された。本州と四国が、 アワジ島経由で一本の道路で初めて結ばれたことにより人々の移動や物資輸送はもとより文化交流や観光、生活にも大きな役割を果たした。最高速度の時速 100km は高速自動車国道での法定最高速度に準ずる車種により最高速度が時速 80km となる。異常気象時、大雨や強風など や、道路工事等の場合には最高速度が規制される。淡路南 IC、PA 鳴門北インターチェンジでは最高速度が時速 40km となる。それ以外の区間では状況により、最高速度が50時速 80km となる。神戸淡路鳴門自動車道は、自動車専用道路である、高速自動車国道ではないが、高速自動車国道に順じて、 最低速度を規制している区間がある。最低速度規制のある区間では、小型特殊自動車や故障車を牽引している自動車など、時速 50km 以上の速度を出せない自動車は、通行できない。また極端に風速が高い場合や、積雪の場合は、バイクのみを通行止め、自動車は、速度や前着層などの規制の上で、通行可能となる場合もある。 海峡部の橋梁として、赤石海峡大橋、大鳴門橋、無屋橋の三つの橋を有する。大鳴門橋は、鉄道道路併用橋として建設されており、下部に、新幹線用の空間が存在し、北海峡を渡る、四国新幹線のルートとして位置付けられている。しかし、着工の目処が立たないため、現在のところ鳴門川の新幹線用空間を、遊歩道、 徳島県立渦の道として利用している。神戸淡路鳴門自動車道の全線を、本州四国連絡高速道路株式会社が管理している。放送最後に、本州路側、局名よりお送りしましたと読み上げられる。24時間交通量、大道路交通センサス。本州四国連絡道路3ルートの中で道路線は、最も交通量が多く、 四国よりも特に本州から淡路島への流入が多い。昼間12時間における平均旅行速度は前線を通して早く最高速度を超えている区間が多い。神戸から明石海峡を明石海峡大橋で渡り、淡路島を縦貫する。淡路島を抜けると視界は明け、鳴門海峡を大鳴門橋で渡る。 自動車専用道路のため路上駐車は不可であるが、ナルト海峡付近には、徳島県立渦の道をはじめとする展望台もあり、ここから、ナルトの渦市を観望することができる。ナルト北インターチェンジを降りた沿道に、大塚国際美術館、大ナルト橋下京記念館へり、ナルト市ドイツ館など、観光施設が多く集まる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。